こんにちは、伊集院ゼロです。ついに召使いが実装されましたね。皆さんの多くも召使いを引いて今育成をしていると思います。今回はそんな召使いの武器比較、生物比較、命の星座比較、あとはパーティーごとの火力比較を行っていきます。武器を引こうか悩んでいる方、新しい生物を掘るか悩んでいる方、凸を進めるかモチーフ武器を取るか悩んでいる方、あとはどんなバッファーと組ませるか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速武器の比較から入りますが、まずは前提条件をお話しします。召使いレベル90、生物は弾傷4セット、時計は攻撃パーセント、杯は炎元素が攻撃パーセントで期待値が高い方、冠は会心です。サブオプションは攻撃 10% 乗っけた上で、スコア119分を会心や攻撃など一番期待値が最大になるような最適な配分で振り分けていきます。テンプレベルは全て9で、今回比較するダメージというのはワンコンボにおける DPS です。召使いがスキルを発動し銃撃を行った後の強化状態における最初の通常攻撃6段のダメージで計算していきます。それでは早速通常時、特にパーティーバフを考慮していない時の星3星4武器の比較から入ります。今回ピックアップした星4星3武器は死闘の槍、黒眼の突走、白影槍、フィヨルドの歌です。多くの人が持っていると思われる死闘の槍貫突を今回の動画では 100% として今後の比較の基準としていきます。それではまず死闘の槍の DPS から見ていきますが、精錬1の段階でも 38000DPS と秒間1秒あたり 38000 ダメージを出せているという、この時点で非常に強いアタッカーであることが分かりますし、死闘の槍で十分火力を出せていることが分かります。これが貫突していると4万 DPS まで上がります。で、黒眼、白影槍、フィヨルドの歌は死闘の槍と比べると 10% ぐらいダメージが落ちてしまうんですが、それでも 35000DPS ぐらいを出すことができるので、非常にどの武器でも強力です。星3武器の白影槍が使えるのも無課金にとっては優しいですね。この武器を使う場合は攻撃杯にした方がダメージが若干伸びやすいです。ただこれはパーティーバフを考慮していない時の話なので、ベネットを使う場合などは炎杯で問題ありません。続いては星5武器を見ていきます。モチーフ武器である灼月のシルエットはかなりダメージが高いです。死闘の槍貫突に比べても精錬ランク1の段階で約 26% もダメージが上がるので非常に引き毒な武器です。ただ和白炎、駒の杖といった既存の武器も負けてはいません。灼月と比べると 10% 以上ダメージは落ちてしまうものの、死闘の槍貫突よりは高い火力を出すことができます。で、灼月のシルエットなんですが、攻撃杯の方が炎杯より多少ダメージが伸びるんですが、これはパーティーバフがない時の話なので、攻撃バフを持っているキャラクターと組む場合は炎杯で問題はないです。逆に攻撃杯の方が強ければ攻撃杯でも問題はないです。そして少し火力が劣ってしまう天空の石は、元素チャージ効率武器なのでどうしてもその部分仕方ないんですが、白影槍と同じぐらいのダメージを出すことができるので、無課金で偶然この武器を持っている方は天空の石でも問題はないと思います。続いては蒸発編成で組んでいる前提での火力比較となります。行く秋やイヤランなど水元素を十分につけられるキャラクターと組んでいる場合は、通常1、4、6段で蒸発反応が起きることが多いです。こうなってくると元素熟知を盛ることができるフィヨルドの歌は他の武器に比べて火力がかなり伸びていますが、それでもやっぱり死闘の槍が十分な火力を出せています。後ほどまた生物のところで紹介しますが、召使いはフータオと違って蒸発だけで戦うわけでもないので、基本的に時計は攻撃時計で問題はないです。続いて星5武器ですが、こちらも特に言及することはありません。順当に火力が伸びているという結果になります。灼月のシルエットの場合は精錬ランク1でも 62000DPS と秒間6万ダメージ、圧倒的な火力を出せるようになるというのがわかります。あとは蒸発編成ならでは使える武器として光柱滅竜、赤砂の杖も見ていきます。繰り返しになりますが、召使いは蒸発以外のダメージも火力を出す必要があるので、これらの武器は相性は悪くはないんですが、蒸発以外の火力も出しやすい灼月や和白炎には届かないという結果になります。一旦ここまでで武器の比較のまとめです。まず灼月精錬ランク1は死闘の槍貫突よりも 26% ダメージが増えます。ただ死闘の槍の貫突でも4万 DPS ぐらいは出せるので正直十分です。で、無課金の方は白影槍でも十分なダメージを出せるのでおすすめです。ただ偶然和白炎や天空の石を持っている場合はそちらを装備する方をおすすめします。そして蒸発編成で組む場合は新しい気候武器であるフィヨルドの歌もいい選択肢となります。
ただ星5武器があるならそちらで問題はないです。次に生物の比較を行っていきます。ここからは灼月のシルエット、和白炎、死闘の槍、白影槍を代表に期待値を分析していきます。まずは4セット同士の比較結果ですが、やはり新生物の断章4セットは非常に強力です。時点で剣闘士4セットもそこそこ火力を出せるんですが、約 10% ぐらいのダメージ差があります。また参考までにファントム4セットの期待値も出しました。こちらは断章4セットとほぼ同じ期待値となりますが、ファントム4セットの効果を発動するにはフリーナが前提となりますし、フリーナ召し使いのパーティーは HP の管理がやや難しそうなので、かなりクロート向けな気がしますね。またちょっと忘れがちな雷霆の余興も参考までに調べてみましたが、召し使いとは相性が悪かったです。雷霆の余興は実質ダメージ倍率を増やしてくれるといった効果ですが、召し使いはすでにダメージ倍率が高くて、どちらかというとバフが多い方が火力を上げやすいので、その点で他の生物に比べてやや見劣りしたという結果ですね。続いては蒸発前提での火力比較です。蒸発で火力を出しやすい金メッキと魔女4セットと比較を行いましたが、結局ダメージが高いのは断章4セット、剣闘士4セットという結果でした。ただ金メッキ4セットと剣闘士4セットは大きな火力差はないので、もし金メッキ4セットの方が厳選が進んでいる場合はそちらで問題はないと思います。そして魔女4セットは4セット効果はフルで活用できないということもあり、他の生物に比べてやや火力が落ちてしまうので、他の選択肢がなかった時の最終手段と思っていいでしょう。次に2セット2セット複合との火力比較です。攻撃 18% 攻撃 18% だったり、攻撃 18% 炎 15% といったものと断章4セットを比べたところ、かなりダメージが落ちてしまう結果となりました。約 15%、20% ぐらい差がありますね。つなぎとしては使える火力だとは思いますが、将来的には剣闘士4セットか断章4セットに乗り換えていきたいですね。ここからは生物の妥協プランについて見ていきます。まずは断章4セットの攻撃冠、攻撃杯の場合の火力比較です。だいたい攻撃冠や攻撃杯にすることによって、一番適切な生物を装備した時に比べて約 2%、4% ぐらい火力が落ちているのがわかります。ただこの 4%、2% はかなり誤差になっているので、例えば会心冠が出なくて攻撃冠で強い会心オプションが出た場合などは全然それを使って問題はないと思います。また攻撃杯と炎杯も、そもそも武器によっては攻撃杯の方がいいものもあったりもしますし、こちらも割とどちらでも問題はないので、まずはサブオプションで会心が漏れているものを優先しながら断章4セットで組んでいくというのを優先しましょう。ただし人によっては剣闘士4セットですでにかなり強いものを持っている、そんなケースもあると思います。そこで剣闘士4セットのスコアを21、断章4セットよりも高くして計算したところ、大体同じぐらいの火力になりました。なので非常にスコアの高い剣闘士4セットを使っている方は、それと同じぐらい、もしくは 2,3 回強化に失敗してしまった断章4セットを手に入れないと火力が伸びないということになるので、無理に断章4セットを厳選しなくても良さそうです。ということで生物結果の比較となります。あまり採用価値がないものはグレーアウトしています。採用価値があるものは赤文字にしています。やはり断章4セットが基本的に強いです。杯や冠を妥協したとしてもセット効果が強いので、攻撃杯や攻撃冠の会心スコアが高ければ剣闘士よりも優先して問題はないです。ただ剣闘士4セットで断章4セットよりもスコア21程度、会心の強化回数がだいたい 3,4 回ぐらい多いものを持っている場合は断章4セットと近いダメージになります。また蒸発編成で組む場合の生物ですが、これも断章4セット、剣闘士4セット、金メッキの順になります。ただ剣闘士4セットと金メッキ4セットはあまり火力差はないので、サブオプションが強い方を優先して問題はないです。ここからは命の星座について解説していきます。各凸でどれぐらい火力が変わるのかを見ていきましょう。まずは1凸です。1凸の効果は石師の宴のダメアップが 100% 上がり、さらに石師の宴状態中、通常攻撃、銃撃中は中断耐性が上がるといったものです。石師の宴というのは命の契約が 30% 以上あって、攻撃が炎変化している時の状態のことですね。このおすすめ度は、かなり高めです。正直モチーフ武器を取るよりも、召使い一突した方がダメージの伸びというのは良くなります。という性能面の話はありつつも、召使いは灼月のシルエットを持つと鎌に形態変化するというのもありますし、正直モチーフ武器召使いも十分強いので、見た目重視で一突スルーも全然ありです。
ちなみに中断体制は遺跡周辺のぐるぐる攻撃を受けても吹き飛ばされない、まあ、おそらく完全中断体制になります。そして無凸と一凸の期待値の比較ですが、死闘の槍で見た場合、もともと 100% だったものが 131%、 約 1.3 倍ダメージが伸びているのがわかります。まあ、これが召使い無凸灼月だと 126% になるので、まあ、5% ほど一凸をした方がお得にはなるんですが、まあ、この 5% というのは 2000DPS 程度の違いになるので、まあ、本当にここは好みで選んでいいかなと思ってます。次に二凸です。二凸は結晶の直霊の付与の代わりに結晶の直霊ケツになるというものです。また結晶の直霊ケツを回収した時に 900% 分の範囲ダメージを与えます。さらに全元素物理耐性が 20% 上がります。まあ、これもそこそこおすすめはできますが、まあ、一凸ほどでもないのかなという気がしています。確かに5秒待たなくても結晶の直霊が結晶の直霊ケツに自動的になってくれることで、単体の敵に対する戦いやすさというのは上がります。まあ、ただ5秒待てば一凸でも結晶の直霊はケツに変わるので、まあ、パーティーでスキル回ししていればあまり困らないような時間ではあります。また 900% の範囲ダメージもかなり優秀ではあり、まあ、雑魚敵が多い場合は一掃できる優秀さありますが、発動頻度というのはそこまで高くはないので、1凸と2凸のワンコンボの DPS で比較した場合は、まあ、そこまで伸びないという結果になりました。続いては3凸です。3凸は通常攻撃のテンプレベルが3上がります。召使いにとっては美味しい効果ですね。無難にコンボのダメージが伸びてきます。まあ、ただ使用感は全く変わらないので体感しにくい凸だとは思います。一応テンプレベルが9から12になるとだいたい 23% 分倍率が上がります。コンボ火力の伸び具合としてはだいたい 16%、 1.16 倍程度になります。続いては4凸です。4凸は結晶の直霊を回収した時に元素爆発のクールタイムを2秒マイナスし、元素エネルギーを15回復するというものです。元素爆発が回りやすくなるので命の契約を維持しやすいというメリットはあるんですが、正直4凸していなくても比較的溜まりやすい部類だとは思うので、まあ、なくても困らない性能かなという感じがしています。具体的な変化内容としてはクールタイム15秒だったものが13秒になり、必要な原子エネルギーが60から45に変わるといった形ですね。続いて5凸ですが、5凸は元素爆発のテンプレベルが3上がります。まあ、これは本当に貫凸の通り道というかおまけ効果なので、まあ、特に話すことはないですし、全くおすすめもできません。そして最後6凸効果です。まあ、これはめちゃくちゃ最強です。元素爆発のダメージが攻撃力×命の契約のパーセント7倍分アップします。またスキルを発動した後20秒間通常攻撃と元素爆発の回心率が 10%、 回心ダメージが 70% 上がります。スキルを発動するだけでこの効果を得られるというのがあまりに強すぎます。また元素爆発のダメージが実質3倍近く上がるので非常に強力な攻撃に変わります。まずは3凸と6凸の時のワンコンボの DPS を見ていきますが、死闘の槍を例に見るともともと 161% だったものが 218%、 約 35% 火力が伸びているという結果になります。まあ、ここまで来ると88000DPS 出すことができるので、まあ、大体の敵は瞬溶けしていくことになるでしょう。そして元素爆発のダメージ比較も見ていきますが、まずそもそも元素爆発の倍率はこのように変化していきます。テンプレベル12だと 741% だったものに、最大で命の契約 145% 溜まった状態で撃つことができれば、ダメージ倍率が 1756% まで増えます。さらにこれに回心ダメージ 70% 分が加わったことによって、もともと死闘の槍で4万程度しか出せなかった元素爆発のダメージが12万7000ダメージと圧倒的な元素爆発になるというわけです。まあ、ここにさらに蒸発などを乗せるととんでもない火力を出すことができるようになります。ということで凸のまとめを見ていきます。まずやはり目を引くのは1凸のダメージの伸びです。約 30% とモチーフ武器を引くよりも召使い1凸の方が強くなりやすいという結果です。ただ先ほども言いましたが、灼月のシルエット無凸、召使い無凸も十分な火力を出すことができるので見た目重視で選ぶのも問題はありません。そしてダメージの伸びの良さでいうと3凸の通常テンプレベル3もおすすめですね。そして貫凸については回心率と回心ダメージが上がることで実質火力が 1.3 から 1.4 倍ぐらいに上がります。また元素爆発のダメージは約3倍と、とんでもない火力になるというものになります。
最後にその他比較としてバッファーごとの火力比較を見ていきます。まずベネットを使った時の火力の伸び具合を見ていこうと思います。死闘の槍を例に見ると、もともと 100% だった火力が 180% と約 1.8 倍火力が上がるという、やはりこうやって見るとベネットバフは最強であることがわかりますね。で、どの武器でも共通して言えるんですが、ベネットバフを使う場合は攻撃力が跳ね上がるので、杯は基本的に炎杯にすることをお勧めします。続いてはベネットを使いながら蒸発編成で組む場合の火力比較です。この場合、熟知時計と攻撃時計どちらがいいのかを見たんですが、正直どちらもほぼ同じという結果でした。まあ、若干熟知時計の方が火力が伸びるという結果ではあったんですが、まあ、安定して蒸発を起こせる前提での計算結果なので、多少蒸発を起こせなかったことも考えると攻撃時計が安定しそうだなという結果です。星3星4武器でも同じように計算してみましたが、一応理論値としては熟知武器の場合は攻撃時計、それ以外は熟知時計の方が火力が上がるんですが、先ほども言った通り安定を求めるなら攻撃時計が良さそうですね。続いてはカズハを使った場合の火力比較です。ベネットほどの爆発力はないですが、カズハを使うだけでもだいたい 40%45% ぐらい火力を伸ばすことができます。で、カズハを使うと炎元素バフを獲得することができますが、杯は攻撃でも炎でもどちらでもいいかなという感じです。灼熱を使う場合のみ攻撃杯の方がやや火力が伸びるんですが、他にも攻撃力バッファーを入れることが多いと思うので、まあ、正直これぐらいの差であればサブオプションが強い方を選べばいいかなというふうに見えます。そしてこちらは蒸発前提での火力比較の結果ですが、まあ、カズハの場合は攻撃力がたくさん漏れているわけではないので、熟知時計にしてしまうと蒸発していない時の火力がかなり落ちてしまうこともあり、総合力がなくなってしまいます。なので基本的には攻撃時計にすることをお勧めします。まあ、これは星3星4武器でも同じことが言えるという結果になりました。ちなみに時計は攻撃なんですが、杯も攻撃にしてしまうのはどうかというふうに考えて少し見てみたんですが、まあ、正直攻撃でも炎バフでも誤差だったので、まあ、そこはどちらでも良さそうです。そしてそんなカズハやベネットを両方入れてしまった場合のパターンがこちらです。まあ、こうなるともともと 100% だった死闘の槍の火力が 243% と約 2.4 倍まで火力が伸びていることがわかります。で、杯の選択なんですが、ベネットを使っているときは結局炎杯が一番いいですね。カズハで炎元素バフは獲得できているんですが、まあ、それ以上にベネットのバフが強力だということですね。続いてはシブルーズ無凸を使った時の火力の伸びを見ていきます。まあ、無凸でもかなり優秀で、だいたい火力を 1.5 倍ぐらい引き上げてくれます。シブルーズを編成すると炎共鳴だったり攻撃力バフがもらえるので、基本的には炎杯の方がおすすめです。一方でもしシブルーズが貫突している場合は炎元素バフ 60% 獲得することができるので、攻撃杯と炎杯の価値が似てきます。まあ、ただこのあたりはもう誤差の範囲になってきやすいので、サブオプションが強い方もしくは手に入れることができた方を装備すると良いでしょう。ちなみにシブルーズが貫突しているとシブルーズを入れるだけで蒸発ベネット編成に匹敵するぐらいの火力の伸びを出すことができるので、シブルーズは非常に強力です。そんなシブルーズとベネットを両採用したパターンにおいては、やはり杯は攻撃杯よりも炎杯の方が大事になってくるというのが分析結果からわかります。で、ダメージの伸びというのもベネカズハに近いぐらい伸ばすことができるので、カズハの方が強い先入観があるんですが、シブルーズを持っている方は全然炎雷編成で組んでも問題はないです。最後にウンキンを見ていきます。ウンキンは基礎ダメージを上げてくれる効果を持っていますが、まあ、ダメージの伸びとしては、ベネットやカズハ、シブルーズよりも控えめで、だいたい 1.3 倍ぐらいになります。またこのダメージ比較の結果から見るに、炎杯でも攻撃杯でも問題はなさそうです。例えばここからさらに勝利を入れて岩共鳴を発動しつつ炎耐性を下げた場合の火力も調べてみましたが、まあ、だいたい 1.5 倍ぐらいの火力アップですね。まあ、ベネットやカズハ、シブルーズに比べるとやや控えめですが、まあ、それでも 1.5 倍してくれるのは十分強いです。ということでパーティーのバッファーのまとめです。改めてパーティーバフの伸びの順位を見てみると、シブルーズ貫突、ベネット、シブルーズ無凸、カズハ、ウンキンの順になるという結果が分かりました。まあ、これらのキャラクターを複合して使うのが非常に強力で、ベネカズハ、ベネシブルーズといった編成は本来のダメージを2倍以上伸ばせる非常に優秀なパーティーとなっていきます。で、運気も約 1.3 倍 DPS を伸ばせるんですが、
これぐらいの上昇量だと行く空きを入れて蒸発をしながらサブ DPS を任せた方が総合火力は上がりやすそうです。最後に全体のまとめです。まずは武器からですが、死闘の槍や和白炎、駒の杖でも4万 DPS、パーティー次第では6万 DPS を超えられるほどの高いダメージを召使いは出すことができます。正直これらの武器を持って倒せない敵はおそらくいないでしょう。ただそこからさらに火力を伸ばしたい方は、モチーフ武器、灼月のシルエットを引くと既存武器から 10% から 25% ぐらいダメージを伸ばすことができるようになります。まあ、特に星4武器からの乗り換えはダメージの伸びがいいのでおすすめです。と言いつつも、白栄装だったり天空の石といった武器でも3万 DPS を超えることができ十分な火力を出せます。まあ、この2つに関してはお好きな方を選択するといいと思います。また他にも蒸発パーティーで組む場合は元素熟知が上がる石さん杖やフィヨルドの歌もかなりダメージを出してくれるので選択肢になります。続いて生物ですが、生物はやはり新生物の断章4セットが非常に強力です。杯はパーティーバフで攻撃力を盛る手段があるなら基本的に炎バフが安定です。セット効果がそもそも強いので、攻撃杯や攻撃の冠といったものも会心サブオプションが大量についているなら採用して問題はないです。そして剣闘士4セットは断章4セットに比べて 10% ぐらいダメージは減ってしまうんですが、まあ、それでも十分な火力を出すことができます。まあ、特に剣闘士4セットのスコアがかなり高い場合は断章4セットの厳選も難しくなってくるので、まあ、基本的に乗り換えはしなくていいかなというふうに思っています。ただ剣闘士2セット断章2セットのような2セット複合は他の4セットに比べてかなりダメージが下がってしまうので、将来的には4セットにしたいところです。でもし蒸発パーティーを使う場合は金メッキ4セットも選択肢になります。まあ、ただ断章4セット剣闘士4セットの方が蒸発をするにしても火力は出やすいので無理に金メッキを装備する必要はないですが、スコアが高い金メッキを持っている場合は剣闘士4セットよりも金メッキ4セットを採用して問題はないです。そして凸についてですが、1凸が火力の伸びが約 30% とかなり強いのでおすすめです。で2凸も単体に対して立ち回りやすくなったり火力が少し上がったりするので、こちらもおすすめと言えます。そして3凸は火力の伸びが約 16% と悪くはないんですが、まあ、テンプレベルが上がるだけなので3凸の体感がしにくいという点でしなくてもいいんじゃないかなと思います。そして4凸は爆発の回転率がアップしますが、まあ、なくてもあまり困ることはないでしょう。で5凸は本当におまけです。で6凸は、まあ、めちゃくちゃ強くて元素爆発のダメージが3倍、そして回心率回心ダメージが爆盛りすることで、コンボの火力も 1.3 倍ぐらいに増えます。まあ、本当ぶっ壊れてます。そしてどんなバッファーを入れるかという点では、ベネット、カズハ、シブルーズはいずれも非常に火力を伸ばすことができ相性が良いので、この中の誰かを採用すればまず間違いはないでしょう。そして最後に武器を引くか召使いを嫁っていくかですが、まあ、ダメージの伸びだけを考えるのであれば星5既存武器もしくは星4既存武器と1凸の召使いが、モチーフ無凸の召使いより火力が伸びます。まあ、ただその差というのは約 5% 程度ですし、まあ、今回モチーフ武器を装備した召使いは見た目が若干変わるといった特殊な仕様もあるので、見た目重視でモチーフ武器を引いて召使いは無凸のままというのも全然ありです。まあ、一番理想はモチーフ武器も引いて1凸するのが本当に強くなるのでおすすめなんですが、まあ、それは余裕がある人向けの話ですね。以上で解説は全て終了となります。もしこの動画が何かしら参考になったようであれば、ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。また普段よく配信しているので、もし何か質問がある方はぜひ配信をしている時に質問しに来てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。